大阪府立育野高等学校は大阪府松原市で初の公立の高等学校。前身は大正末期1920年大阪市育野区に新設された府立13番目の中学校。大正期中等教育機関の入学難を緩和させるため大阪府が新設した旧正中学校5校の一つ。東成区育野村に設置された。 太平洋戦争後の1948年学生改革により、新生の高校の大阪府立育野高等学校に改編され、大阪府立勝山高等学校と生徒を交流して、男女教学が実施された。1969年に大阪市外へ移転した。普通科の高校だったが、大阪府教育委員会の進学指導特色校事業の対象校になり改編。 2011年度より分離学科が閉置された。なお、2010年度より文部科学省からスーパーサイエンスハイスクールに指定されており、2020年度より3期目の取り組みを始めている。2020年に100周年の式典を開く予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響で祝賀会は延期となり、式典も学校と大阪府立国際会議場と2会場での 分散に変更された。学校の基礎を築いたのは、創立時の校長事務取扱い、三沢九が招聘した、初代校長の池田助である。池田は、大阪に魂の道場を作ると宣言、精神教育、教養教育、運動教育を三本柱に掲げた。見学の精神、校訓交渉、効果は、創立時から変わりなく、受け継がれている。 見学の精神を示す、サンタマリア丸の絵と、資生堂折り紙の書は、体育館の舞台左右の壁にかけられ、困難に立ち向かう、開拓者精神と、真心の重要性をそれぞれ解いている。当初、大阪市内に建設される予定だったが予算面から、用地確保が困難となり、二点三点の末、郊外の東成郡育の村、大和林寺に高知を定めた。 学校周辺は開校当初こそ高歌にも歌われたようなイコマ、今後を遥かに見える田園風景だったが、1925年に大阪市東成区に編入されると柴叩く間に中小企業の密集地帯となり、1943年のイクノク新設の頃に人口が20万人を超えた。喧騒音がひどくなり、 プールに不審者が侵入するなどの事件も起きたことから1965年、不協議は校舎新築を兼ねた校外移転の検討を開始し、羽曳野市などの近鉄沿線で高地を探し始める。翌1966年には松原市議会が富立高校誘致促進特別委員会を設置し、誘致へ動き出した。当時、松原市内に公立の高校が存在せず、 一方で第四学区の高校進学率自体が学区に比べ6ポイントほど低かったため、松原市内の中学生の進路保障を掲げて市民が熱心に運動を展開。育野高校 OB で当時大阪府議会議員の中山太郎らも同窓会を説得し、育野の名前を残す条件で移転が決まった。百貨に先駆け厳冬に香り高く咲く、白梅がシンボル。 学校の花として採用され、卒業生が、進学先や、就職先で作る新木会に、白売会の名を冠することも多い。細かく生活指導を行っている。遅刻や、制服指導は厳しいが、染色や化粧等の指導は有利。い。交渉は、大阪府立高津中学校の山桜を入れた、交渉に習い、旧正中学の中を表す六両に、 白梅の図柄をあしらっている。高津が山桜をあしらう、以前の旧正中学では、第五中学校として、創立の大阪府立天王寺高等学校の校章は、中央を表す六両に、天の文字で、左右に伏した日本線は、市内第二中学を表現。第七中学の一岡高校の校章は、中央を表す六両に、一岡を図案化し、左右の三本線は、 市内第三中学を表現するなど、六両に公名の頭文字や設立番号を入れる例が多かった。なお、幾野の聖望の日本の白線は、文武両道を表している。校歌、投稿府は、前身の第十二中学校にちなみ、十二番まで歌詞がある。メロディーは、旧正一校の両歌の一つから一部釈用し、古色創然としており、作詞は、 初代校長の池田助、介。現在は1番、11番、12番を抜粋して歌い、古きな庭の夢ならぬ我らの歴史いざ掲むというフレーズで終わる。校歌と並んで応援歌が存在する。作詞者の奥村林蔵は、平成初期頃までの育野高校エスペラント部の顧問も参照。校訓のご考量は、兵庫県立神戸一中、県立神戸二中の 4考量をモデル。正門脇に5考量を刻んだ大きな石碑がある。制服は腰の広このデザインのブレザー。男子は白色ボタンダウンシャツにネクタイ、チェックのスラックスとベスト。女子は白ブラウスにリボン、チェックのスカートとベスト。授業は70分間5次元を基本。早朝や放課後、土曜、夏休みなどに希望者講習を実施。 ご高齢に基づく人間教育学習、行事、部活動が三本柱、文部領道の実践国際人として、社会の様々な分野で活躍するリーダーとなる、人材の育成、幅広い教養を身につけるとともに、自ら意欲的に学ぼうとする姿勢の、育成松原市立松原中学校に隣接した校舎は半世紀前1970年代の建設。 旧耐震基準の既存不適格のままであり、震度6強の揺れで倒壊の恐れがある。このため2008年度から改修を行った。高地から約700メートル東に、半税天皇田治比し垣がき旧市の石碑があり、校舎を増築の際に珍しい小餅間が玉が出土している。クラブ活動家入率99.4%。ありがとうございます。